おはようございます。じゃあおはようございます。久しぶりに。お久しぶりの昼間さん、はい。生きてるよっていうことを証明しないといけない。今日はあの新泊のあの古葉取りですね。ちょうどこの時期、こういう黄色いあの葉っぱとかいっぱい出てくるんで、我々ね、これトヤの一種だと思うんですけど、夏場7月8月になってくると、あの自ら自分の葉っぱを落として、まあおそらく、まあ、風通しだとか日当たり良くするっていうのを自ら落とすのかなという気がします。非常に暑いんでね、特にこう長寿梅なんかが色が黄色くなってくると思うんですけど、こういうのはもうこうやって簡単に落ちちゃうですね。ですから戸屋に入ると葉っぱを落とす。で、長寿梅はまたちょっと目的が違って、戸屋入る少し前にもう今の時期にですね、葉っぱ残ってるうちにこう葉っぱを買っちゃって、そうすると、まあ、あの本来ついてる時期に切るからあえて新芽が出るっていうのはあるんですけど、いずれにしてもこうそういう戸屋っていうのがあるよと、うんうん、いうことですね。戸屋っていうのは、戸屋に入る、戸屋に入る、やべ、時期、時期ですね。期間、時期と、なんだ、生理現象みたいなもんですよね、うんうん。今言った古葉を取るということと、あとはせっかく時期なんで、葉っぱの下の方に出てるやつとかですね、はい、あとひもっぱ、鯉のひもっぱですね、うんうん、のを取ってきます。で、新泊は、まあ、ちょうどこの時期一番いい時期で、まあ、毎週今私家の方でやってるんですけど、はい、一番大事なのがこの先端にあるこれ成長芽っていうのがたくさんあります。実はこれ芽なんですね。黄緑色の、これが大事なんで、よく勘違いしてこういうのをちょっと飛び出せるっていうんで1ミリ2ミリをこう細かく潰しているんですけど、はい、それやると先端が茶色くなっちゃう。これよくねやるんですよ、新泊やってる人は。何でもかんでもこうちょっと出てるやつをね摘めばいいって、摘んじゃってると先端がみんな茶色くなっちゃって芽が止まっちゃうということがあるんで、こういうちょこちょこちょこっとこう集まったとこですね、こういうやつを成長させていくっていうのが、まあ新泊の作り方なんで、まあ上からこうゴミが落ちてきますんで取ってきますと、例えばこういうやつ、こういうやつですね、色の変わったやつ、こういうのを取っていくとですね。新泊でも芽摘みってするじゃないですか。ああ、そうですね。あれをやったらいけない。あ、いやいや、いいんです、いいんです。例えばこうずっとこう伸びたような芽、はいはい、これは取っちゃってもいいですね。なるほど。輪郭から大きく飛び出すような芽は摘んじゃって構わないんですけど、うんうんうん、こういうちょっと伸びたやつを全部きれいに取ろうとすると茶色くなると、まあ見栄えはいいんですけど、一時的にはそこが芽が止まっちゃうと。なるほど。であとこういう元の方ですね、これがいわゆる、まあ、ひもっぱでもありますよね。ひもっぱ、これが先端のちょこちょこっとしたのはないですよね、はい、こういうのはあってもしょうがないんで、黄色いものもしくは茶色、あの緑色でもこういうひもっぱは取っちゃってもいいですね。例えばこういうの、こういうのもそうですよね、緑色ですけど、はい、もう先端が大事なんで元の方は取っちゃってもいいよと、まあ、何しろどん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 黄色いやつは目安に取ってって、あとは ひもっぱも取ってっちゃうと。あと下に出た枝ですね、一回ちょっと先に下に出る前にこういう古いやつを全部取っちゃうと、はい、いうことでダーッとやっていきたいと思います。とこういう一つ塊ができるわけですよね、はいはい、こういうのをたくさん作っていくと。うん、だこれも少し長いんでこういうのも取っていっちゃって。なるほど、はい、これもそうですね。これも、こういうのも、まあ、下から出てるし、ちょこちょこっと重なったのここに3つありますけど、まあ、全体として取っちゃおうかなと。こういうのもそうですね、こういうやつですね、はい、こういうのいっぱい作っていくってことですね。これ大きい木だったらすごい大変な作業。大変ですねこれね。はい、これほっといても自然に落ちるんですか。多分ねしばらく残ってますね。あ、あのやがて落ちるとは思うんですけど、というかねパラパラってやるとこう落ちるようになると思うんで、はいはい、落ちるとは思うんですけど、先ほど言ったように強制的に自然に落ちるのを待ってもいいんですけど、うん、あえて強制的に取ることによってこういうところをもっと元気つけさせるわけですね。自然といらないから取るよっていうのはそれはそれでいいんですけど、はい、あるところを取ってここに集中させてあげると力を。なるほど。だからあえて取った方がこっちの成長芽の充実っていうのは早いと思います。ここに2つあってここに成長芽の塊がありますから、こういうのを取って取って、でこう下から出てるやつも取って、もういいかな、下から出てるんでね。なるほど。ちょっとだいぶすっきりしてきましたよね、うん、あの心拍も気持ちいいと思うんですね。なるほど。夏場ねやっぱり暑い。あ、そうですよね。これもそうですね、こういうのとかこういうのとか、うーん、こういうのとか、
でこれをやると要はあれですかね、ここに力が入って、うんうん、というこういうものの玉をたくさん作っていきたいですね、はいはい、綺麗な玉を。あの山木なんかだとね、どうしてもこうひもっぱがやっぱり多いんで、そうですね、なかなか、玉っていうか棚っていうか作るの大変なんですけど、そうなんです、どうしてもね目摘みっていうとこう先端を摘むイメージがみんなあって、それやってると皆さん一時葉っぱの先端が茶色くなっちゃったっていうことを経験すると思うんですけど、そういう時期というかね、そういうことがよくあるんですね。夏に向かってね、涼しい気持ちいいって言ってますよ、うん、きっと痛い痛いとは言ってないと思うんだよね。だからトヤってすごいですよね、自ら葉を落とすってすごいなと思って。そうそう、ね、うん、どの木もあるんですか。いや、ある木とない木ありますよね。あ、そうですか。だから一番気をつけなきゃいけないのが、まあ、あのツイッターでも書いたことあったんですけど、トヤ、はい、に入って葉っぱを落としちゃって、あ、枯れちゃったって言って、うんうん、そういう勘違いする人がいて、枯れる時っていうのはね、これなんか危ないんですよ、はいはい、枯れて枝に残ってる場合は枝が枯れる可能性あります。まあ長寿梅はそんなでもないかもしれないですけど、雑木なんかでふにゃふにゃふにゃっとなって枯れて枝にくっついたままだと、その枝もしくはその木は枯れます。なるほど、伝染しちゃうと。あ、もういや、もう枯れてるってことですね。あ、そうなんです、で、葉っぱを落としてる場合は枯れてないんで、間違えて捨てないように、あ、枯れちゃったっつって、ダメだって、葉っぱ落ちちゃったからそれで捨てちゃうと、いやいやいや、それはトヤだよって、勘違いしてね。そういうこともあるんですね。ありますね。心拍と長寿梅、他はどんなのとかで。結構ねありますよ。この間ねツイッターでやっぱり梅、普通の梅もなったっていう人がいるらしいんですけど、梅ただちょっとね、私は自分で梅のトヤを経験してないんでわかんないんですけど、もしかしたらもちろん種類はあると思うんですけど、木によって葉が混みすぎてた時にですね、葉を落とそうっていう木はあると思いますね。なるほど、普段は落とさないけどとかね、奥が深いですね。そうですね、覚えられない、いやだけどすごいと思います、木が自ら葉を落とすって。こういうのはね、本当は取りたくないんですけど、取っても取らなくてもいいです。観賞状を取るっていうだけで、多分ここは今取ったようなやつ、そこは茶色くなっちゃいますね。あの枝の先端枯れたやつですね。だから成長点がないから伸びないんですよね。こういうのはやっぱり軸を切ったから茶色くなってるところですよね。だからこういうのもう出ないですよね、ここから先はね。だからまあどっちでもいいんですけど、観賞状を取っとくっていうぐらいで。こんな感じで、はい、はい、取りました。で、あとは下に垂れてるやつですよね、こういうやつを取ってきます。これも伸びてきたからってことですか。まあそうですね。あとね、こういうのはまあ弱ってるっていう一つでもありますし、はもし必要な枝で下向いてるやつは、針金かけて少し上に向けてあげると、まあ使えるし元気も出ますよね。下向いてるとね、やっぱり弱っちゃうんで、と針金かけて上向けてあげて元気つけるっていうやり方する人もいますね。なるほど。とりあえずまあ分かりやすいところをタッタッタッタ切っていっちゃいますね、はい。こういうのもいいですよね。こんなのなんてもう明らかで、この二股あるのに、さらにこのところから出てますよね、これですね、はいはいはい、こういうのからどんどん切っていっちゃいましょう。まあ雑木は特によく言うんですけど、まあこれは心拍ですけど、失敗はないんで、もう切ってって、あーって言っても、どうにかなりますから、恐れずに、恐れずにってことですよね、うん、ここら辺なんか難しいんですけど、本来 ここに 1,2,3 だったら真ん中取りたいんですね、はい、で真ん中取ってこれをグッと上げてあげてもいいんですけど、とりあえずここに2つあるんで、これも下取っちゃいますね。なるほど、はい、こういうのもそうですね、はい、まあ今ハサミで切ってるんでこういう作り方するんですけど、下に出てても例えば針金でねじって、こういうふうに横に持ってくることもできます。はい、はい、一応それだけは頭入れておいてもいいと思います。枝数が少ない時は、そうですね、浮かした方がいい場合、そうですね、ありますね。この枝ですね、はい、こっちとこっちにあるって、ここに細いのあっても使えないんで、はい、こことこね、2つありますもんね。ということでこういうのは切っちゃいます、ね、こういうのはもうちゃっちゃかちゃっちゃか取っていっちゃうんで、切ったら曲げれば使えるとかね、それ考えてるとまた時間がかかるんで、何しろ下に出たやつは取っちゃうと、それは早いですね。確かにプロの人は効率重視というか、ね、効率重視ですよね。我々プロじゃないんで時間をたっぷりかけていいんですけど、こういうのもわかりますよね。下取ってこういう風に作ってあげる、ここもこう隙間がねこうできるように下の方取ってあげて、はい、でも初心者の人は黄色いところを取るのと、下向きの葉を、まあ、切る、そうですね、
多分、まあ、簡単な話だと思いますよね。そういう覚え方すれば、うん、サイダーから出てるやつを取っていけば、うんうん、全体にこう上に上に束になっていくんで。なるほど。下の葉っぱ取っただけですからね、うんうん、なんとなく針金かけてないのに、そうですね、ここまでね、棚がはっきりした、うん、ここまで仕上がっちゃうっていう。まあちょっとまだこういう上がね多いんで、もうちょっと取ってもいいんですけど、うん、古葉取った、それから下の枝を取った、でまあここまで確かにね、幹も全部見えて、これがすっきり見えますよね。針金とか使わなくてもハサミと、まあ、下枝を取るだけでできちゃう、うん、だからプロの方なんかそれでちゃ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 っと棚行って、うん、ちゃ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 っとこうやればそれでできちゃうっていう作り方ですよね。いいですかね、こんな感じで。はい、トヤと、トヤと、トヤって何ってこと。この時期の作業ですよね。はい、ちなみに長寿梅は、これを葉を取っていくだけでいい、ね、そうですね、これでこう取るのもあるんですけど、切っていった方が芽が作りやすいですね。あ、そうなんですか。吹きやすい。だから先ほど言った元気な葉をあえて切ることによってこういうところから吹かせると、トヤは自然に葉っぱ落ちてるんで、もう枯れて落ちてるんで、はい、これはあんまり目数を増やすことにはならない。なるほど。だからあえて元気なところを切ってあげて、この先端もしくはこのもっと懐からですね出してあげるっていう。歯切りってことなんですか。そうですね、歯切り、歯がり、歯がりとかなのかな、うん、っていうことにもなると。そうですね、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。これはね、実はオークションで買った心拍なんですけど、ちょっと値段はいくらかなかなか言えないんですけど、山木っぽいなと思って買ったんですけどね、定かではないんですけど、まあま、前もね一回紹介したんですけど、こういう板がね、ここですよね、この辺の板が、ここでぐるっとでまた帰ってくるんですね。でもう一個はこのね、枝にもシャリというか、枝にもシャリが入ってて、まあ面白いなと。オークションで買うときどういうところ見てるんですか。だいたいね、もう瞬間ですね、見たい。パッと見て、欲しい木そうでない木ってもうだいたい一瞬でパッと見て、うん、であとは値段は後からですけど、ただねオークションはね最近高い。みんな高いですよね。高い、もう見てるけど高いですよ。木もそうだし、鉢も、うん、鉢は昔随分、ね、安く買えたんだけど、今趣味家がすごく増えて、うんね、鉢詳しい人も多いですけどね、結構皆さん見てて値段がべらぼうな値段になっちゃって。そうですよね、うん、勉強のために見ていろいろ保存したりとかねしてるんですけど、はい、最近は買うこと少ないですね。うん、僕もオークション全然使わなくなっちゃいました。うん、ここ数年特に値段が。昔はリコーさんっているんですけどね、はい、まあ、亡くなった方なんですけど、この方も最近値段が上がってて、うん、これの落款のないリコーさんのも、まあ、作りがリコーさんだったんです、分かるんですけど、はい、10円で出てて。10円。ええ、でまあそこからスタートなんでね、はいはい、いいんですけど、誰も入札しないでそのまま落札しちゃった時があって、2鉢10円で、送料いくらかんのって話ですけど、ね、ただその後いろいろ水とか送ってきて、水なんかちょっと怪しいあれだったんで、それをきっかけになんか別のものを売りたかったみたいで、営業が始まったと。営業が始まりました。そういうこともあったんで、まあご注意をってことですね。そんなことあるんだ。あったですね。だってもう15年とかね。あ、そんなに昔の。その前の話ですよね。まあ稀ですけどね、たまに樹種が違ってたりとかね。赤松で買ったのに黒松だったとか、比較的今はね、評価があるから、あまり変なのはないですよね、うん、オークションでもね、いいお店とかありますよね、うんうん、そうそうそう。で、いろんな鉢なんかもね、いろんな紹介してもらって、はい、勉強になりますよね、うん、だから勉強するのはいいと思いますよね。いくらこの鉢がどういう楽観で相場がいくらでとかって。そうですね、今はでも作る手が多すぎて、まあそうですね、分かんない人も多いですねかなり大変ですよね。大変ですね。その人はいつもう生きてるのか今、分かんないですし ね、なかなかそれこそ私なんかも昔区の方の陶芸教室みたいのがあって、はい、親子教室みたいので作って、自分でこう鉄とかね楽観書いたけど、うん、今もう世の中どこ行ったか分かんないですけど、ね、なるほど、すごい価値がついてる、価値がついてるかな、誰だこれみたいななってると思うんですけど、そういう人でいっぱいいるはずですよね。人の数だけね、あるでしょうね。陶芸教室もね、大体皆さん作るのはお茶碗とかね、コップとか作るんですけど、うん、私鉢つけたかったんで穴開けたらね、先生に怒られてね何やってんのって言われてでも鉢はあれですね、やっぱり
作る努力考えたら安いですよね。と何日もかけて、特にあの絵描いたやつなんてね、その人の日当考えたら、まあそうですね、大変ですよね。1万円以内なんてのは普通考えられないですよね、日当考えたら。だから週に1個とか、ね、そうですね、2個とか、そうですね、そんなレベルなのに数千円とか、ね、ケンジーさんも欲しいんですけど。ケンジーさんね、まだ値段がどんどん上がっていくでしょうからね、うん、藤垣雄山さんっていう人がいて、はい、一緒に見に行って、まあ、注文したことあるんですけど、2鉢ぐらい。その制作現場行ったら大変だなと思いましたね。鉢の形を作って絵を描くのもものすごい時間かかって、うん、細いね、筆の先端で描くんですけど、夜中までね、仕事してっていうか、まあ、夜仕事してるんで、あの方は、うんうん、ですけど、そういうの見ると、まあ、安いなと思いますよね。何万円とか言われたって。盆栽も、ね、うん、何十年とかね。ですよね、何十年経って1万円っていうとちょっとね、あ、そこそこの値段って感じするけど、うん、ニットですからね。この間見てきたミニ盆栽も、うん、あ、はいはいはい、あれを作るのにこんだけの労力かかってるんだと思って。あ、そうですね、だ生産者の方大変ですよね。